bullshit's lazy. Still my heart is lazy. If the words kill me, I don't need a new one. How dare you? Soon you will know. We already know the smell of the game. Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world after you. My time is my word. Your words will never let me disobey. That is bullshit. Blazing, still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world after you. Soon you will know. We already know the smell of the, know the smell of the, know the smell of the, know the smell of the game. Guilty Gear Strive. イライラ、名前だと思う。それしか話してくれない。Thank you.
はあの子の様子が見えないのか？力を制御できてない。エネルギーが膨張し続けてる。おい、お前ら、あいつをどうするつもりだ？危険です。下がってください。耐えろ。あと、そろそろ来やがって。俺はあいつ関係ありません。誰であろうこの状況、あれを無力化する方が先なんです。無力化？無力化ってなんだ。いてはただのガキだぞ。下の都市が見えますか？あなたただのガキは、あそこの12万人と9キロ四方の全生物を消滅させようとしてます。どこか遠くに飛ぶつもりなんだ。街はその巻き添えになる。そして彼女にその気がないとしても力があるのは確か。ゆりかごの時と同じか、それ以上の。遠く、ホワイトハウスか。気をつけろ。ありがとう。応援は？メイたちはそろそろ。でも本当に首都に連絡しなくていいのか？問題ない。少女一人に大の大人が4人、確かに問題ない。落ち着いて。最悪の結果がわかる。あの球体の崩壊です。半日か、あるいは1秒後の。違うよ、その先。半日か、あるいは1秒後の。首都にはホワイトハウスのテロに専念させたい。この件は私たちだけで決着させる必要がある。しかし我々だけで住民の避難誘導は無理です。そうなれば少女を攻撃するしかありません。待て。勘違いさせて悪かった。でも見ろ、泣いてんだ。見捨てるわけねえだろ、仲間も呼んでる。信じろ。
たちが争ってる場合なのか？お兄ちゃん、どうしよう。私やめようとした。でも、もう自分で止められないの。時間を稼いでくれてる。ついてきて。あのエネルギーの中心にいるのは少女か？どこまであの子に近づける？球体は多層構造、中心に近づくほど危険。超高密度の情報空間です。波のものなら塵になるでしょう。ならギリギリまでお願い。どうせもう災害壁には飲まれてる。ファースト先生はあの少女を救出する方法を。状況は？一番詳しいのは多分あの人。ち、知った顔ばかりだな。バイケンさん。ここから街に勧告できる。パニックになってるはず。できると思うけど。何を？街の外に逃げた人は消滅する。え？技が未熟で空間の乾燥が荒い。町は今、バックヤードでも現世でもない孤立空間。とにかく、時間は少ない。あなたが政府の人と？違う、俺はただの連れだ。あのガキもね。私もただの諜報員だ。だがこんなタイミングで、ホワイトハウスに用はない。今起きているあのテロに関係している。あいつはディライラ。今ホワイトハウスで問題を起こしてる奴に兄貴を殺された。その仇を追うつもりなんだ。兄貴ってもしかしてベッドマンか？そいつはさっきの敷布団か。シン、お前のアホは可愛いがせめて人間を連想しろ。ベッドマンは人間だよ。亡くなった。だからあれが本当に彼なのかは分からない。でも襲ってきた理由も、あの規格外の球体も、ディライラって子がベッドマンの妹なら納得できる。問題はなんで行き先がホワイトハウスなのか。だからベッドマンの仇を追うんでしょ。彼を殺した人はイルリアの地下に幽閉されてる。そっか、前の聖王アリエルスだ。アリエルスだと？なんだよ、真のもあながちヨタ話じゃねえのか。時間がない、全部話して。見た目と中身が違うやつがいる。中身だけ飛び出すやつもな。ディライラの敵はもともとアリエルスの中にいた。遡ればもっといろんなやつに。そいつは俺にとっても仇。あの男だ。
俺は少しばかりあの男に詳しい。だからディライラは俺について回るようになった。頼むよ、警察に届けるまででいいからさ。俺が知ったことか、お前がやればいいだろう。こう見えて忙しいんだ。今は鏡作りも始めたんだからな。鏡だ。今時番傘だけじゃ食ってけないってこと。本当にあの男なんだろうな。俺はまだあんたに切られたくない。姉さんこそ本当にアメリカまで行く気か。近いだろ、20年の無駄足に比べればな。だからそれ以上言うな。俺に復讐を諦めさせる奴がいるとしたら多分お前だけだ。だが答えは知ってるだろ。いや、もう一人いる。うん？俺の鏡がいつか教えてくれる。そいつは一番見込みがない奴だ。ここまでだ。あとは自分で何とかしろ。あいつ、どこ行った？そこまでの義理はねえ。どういうつもりだ？ついてくんな。消えろ。これ以上追ってきたら切る。何やってんだ俺は。ディライラだったな。お前一体何なんだ。あなたと同じ存在を追ってます。兄の仇です。アンジの野郎、何考えてやがんだ。私がお願いしたんです。事情を話したらバイケンさんの話をしてくれて。陰銀な呼び方はやめろ。じゃあお姉ちゃん。そりゃもっと違うだろう。復讐のつもりか。俺が言うのもなんだが、そんなことしてどうする。同じだと思います。その質問にお姉ちゃんが答えることと。さよならの意味は。年や立場が違えば意味も変わる。子供じゃありません。俺はガキだ。そう言えるやつを信用する。ねえ、いいか、上から言いくるめられてムカつくだろうが遊びじゃねえんだ。12歳の少女なら復讐も遊びですか。無駄死にする、それが望みか。なら私を鍛えてください。力になります。周りを見ろ、俺に仲間はいない。ずっと一人でやってきた。お前は食い物を探してゴミを漁ったことがあるか。盗みに入ってその罪悪感が薄れていく怖さを知ってるのか。俺と対等になりたいならな、お前も俺と同じように。ダメだ。お前は俺と同じじゃダメだ。どうしてですか。お引きください。信じられません。ホワイトハウス周辺で銃撃戦が
もうお願いしません。自分で勝手にあれを追います。ダメだ。どうしてですか？あんな異国で死んでみろ。誰も墓参りに来ないぞ。家族は兄一人です。それももういません。それに私、力だけなら兄より上です。勝ち負けの問題じゃねえ。お前はもっと世界とか人ってもんを知るべきなんだ。どうしてですか？復讐を諦めろなんて誰に言われたって納得できない。違うか？それだけはお前も俺も同じだ。だから俺の言葉が他の奴らと違うってことはわかるだろ。俺に任せろ。こんなクソな人生お前は送っちゃダメだ。どうしてですか？まともな大人は多い方がいい。どうしてですか？わかんねえガキだな。私が子供だからしくじると思ってるんですか？獲物を横取りされるのが嫌なんですか？私はお姉ちゃんの邪魔も横取りも考えてない。どうして、どうして一緒に殺そうって言ってくれないんですか？一緒に私人を殺したいんですよ。こんな気持ちのまま、まともな大人なんてなれるわけないじゃないですか！リライラー！難しいことは分かんねえけど、ディライラを助けたいんだろ？俺が？あんた、ここにいるじゃねえか。あんたと一緒ならあの子も復讐ってやつを諦めるんじゃないか？ふざけんな、簡単に言いやがって。ああ、簡単じゃね。町の12万人とここにいるみんなを集めてもあんたにしかできないんだからな。確かに彼女の精神状態が落ち着けば事態は収まる可能性があります。あんたの子供の仇ならきっと俺の親父と父さんが取ってくれる。ん？待て、何から指摘していいか難しいが、とりあえず俺に子供はいねえぞ。え？じゃあなんで反対してんだ？疑問が増殖しやがる。ああそうかそうか、みんな俺に気遣ってんのか。確かに母さん、子供には生々しい話だって言ってたな。でも俺ももう5歳だ。子供の作り方くらい知ってる。目からできるんだろ？あの、もうちょっと詳しく聞いていい？え？だから聞いたままだけど、母さんはある日、片目が取れちまった。で、焦った父さんが自分の目を上げた。でもなんか合わなくて、父さんの目は弾き出されて、母さんは勝手に治った。父さんも母さんがいろいろしたら治って、そしたら地面に落ちた父さんの目が俺になった。そんな大変なんだ。お前はいつかもっとショックな事実を知る。そうなの？まあ何でもいいよ。ショックには慣れてるから。ともかくだな。シン、そうか。お前は半分ギアだった。奪われるものも人並みになかったのに。俺にお前ほどの強い心があればな。不公平だよね。境遇なら私たちもバイケンと変わらないのに。僕にはジョニーがいた。エイプリルも海賊団のみんなもバイケンには
そんな幸運がなかったんだ。あの時間を一瞬で取り戻す言葉なんてあると思う？三段整いました。説明は手を動かしながら。ウィンストワイヤーあるだけ全て用意してください。うん。何か脱出量を提案するのか。一瞬かかる正確な負荷は体感で探ることはできますか。何でってことか。ジェイさん、ドクターパラダインに連絡。このメモに従って行動をお願いします。オーケー。最後にラムレザルさん、あなたは少女のエネルギーを吸収してください。可能な限りで構いません。残念ながらこの作戦に完全な正解はありません。あなたの限界がそのまま結果になります。だから決して周りに気を奪われないで。要件は、私に何かあっても見捨てる覚悟を持ってください。体力勝負です。私はあの少女を助けるために全てをかけた。知り合い？いいえ。ですが私にはとても大事なことなんです。私はあなたの食材のための道具じゃない。え、どうして？みんなごめんなさい。作戦が失敗したらもう謝れないから。何でもいい、あなたも手を貸して。もう抑えきれない。ラムレザルさん、なぜ私を呼んだのですか。魔法応用学屈指の権威でしょう。いつの話ですか。大昔に。そう、私はあなたの過去を知ってる。だから命を懸けてでも助けてくれると思った。そのつもりです。なら教えて。あの子の救出、それとも名誉の死。ここに呼んだのは打算が下手な人ばかり。みんな他人も自分も見捨てないんだ。今の私は指揮官の中で、そういうみんなに助けられている。だからあなたにも全力で守ると誓ってほしい。
私にそれを信じさせて。
出せたな。チビ、大丈夫か？もう、ご飯食べて寝るくらいしかできない。ディライラ、助かるよね？助かるか。この先あいつは復讐を果たしても果たせなくてもろくな死に方をしない。別の生き方を見つけない限りな。誰だっけ、前にも同じこと言った人がいる。アンジだ、君を見て言ったんだよ。なんだ。ディライラの転移は止められない。団長の役目は一緒に飛んで彼女を保護することだ。情報悪化が始まってる。あなたは。落ち着いて、町は大丈夫。あの人たちが何とかしてくれる。でも自分で気づいてるでしょ。あなたはこれからどこかに飛ばされる。私も行って守るから。飛ばされるってどこにだ。団長は球体のエネルギーを吸収している。これほどの力だ。少女のパニックが収まらない限り最悪、星を超える。信じるしかない。信じる。お前らの信念、何かを救えるんだ。ディライラ、よそ様に迷惑かけてんじゃねえよ。早く離れて。この情報密度、あなたには耐えられない。おう、そうだな。ありがとう。
帰るぞ。一緒にだ。そしてこれからも一緒に寝て起きて飯を食って一緒に笑うんだ。だから復讐は一緒に諦めようぜ。キアだ。キアが救ってくれたのよ。